今日のデイイリーマインドセット今日のテーマは苦手なことをやるのは罪苦手なことをやるのは罪でこれはどういうことかっていうとですね苦手なことをやってる時ってのは得意なことをやってないっていうことなんですよねですから、まあ、好きなこと得意なこと、まあ、大体は一致することが多いかなと 思うんですけれども、まあ、才能のあることですよね。これをやれていないっていうことはですね、まあ、苦手なことをやってるなんかそれはな我慢してるようでですねいいことのようにも思うんですけど少し別の角度から見てみるとですねその得意なこと才能のあること人の役に立てることをやっていないとそこに時間を費やしていないと。 いうことにエネルギーを使っていないと伸ばそうとしていないということになるわけなのでまあ時間が無限にあればいいですけど限られてるわけですから、まあ、どっちかにしか時間を使えないということになるならですねいやであるならば人の役に立つ方ですよね得意なこととか才能のある方好きなことこっちの方こっちの方にですね時間を費やした方がいいですよということですよねこれをこう認識していただけたらいいかなというふうに思うんです。 なんかこう、人ってですね、常識で言うと、あれもしなきゃ、これもしなきゃとかいろいろありますけど、私はそうは思っていないんですね。私もやっぱり得意なことと苦手なことってありますから、まあ苦手なこともやんなきゃっていうふうにですね、まあある意味でその克服的にやるっていうのはいいかもしれないですよ。だけど、うん、あまり意味ないですね。それはなんか自分の中の問題であって、まあ世間からするといやいや、そんなことやってる暇あったら、 皆さん、介護支援分野の解説でもたくさんやってくださいよと、テクニカル分析動画作ってくださいよと、このデイリーマインドも1日1本じゃなくて3本ぐらい取ったらどうですかと、ね、行政書士の資格対策でもやったらどうですかと、司法書士の方でもやってみたらどうですかと、そっちの方が才能発揮できるんじゃないですかとこういうふうにですね、言われたら、まあ、そうかもしれないなというところは <laughs> あるんですね。で私が例えばあの、茶碗とか洗ったりするんですよ、実は。 あそれはあのもちろんあれですあの勝手にですよ自分が好きでやったりするんですけどあのうんなんか気持ちいいんですよやるとまあそこは本題じゃないからあんま言うつもりはないですけどあの布団をこう畳んだりとかですねあの茶碗洗ったりするって自分の気分変えたい時やるんですよ。 なんかちょっとしたことで気分って変わるじゃないですか。だからやるんですけど、でも私が3時間、例えばですね、1日3時間ぐらい茶碗洗いしてたりとか、1日2時間ぐらいですね、そこら辺のそのゴミ拾いですね、ボランティア活動とか参加してたらですよ、あの、いやいや待ってくれと、あ、私得意じゃないんですよ、苦手ですね、あの、弁当屋も3年ぐらいやってですね、もう茶碗なんて普通の人、普通の男性の,あの3升分ぐらいですね、1升、2升、3升の。<laughs> 3回分の人生ぐらい3回の人生分ぐらいのですね、洗い物をしてきたと思うんですけどでもですねいまだにこう洗ってるとですね、水ひっちゃかぶるんですね <laughs> 泡とかポンとかくっついたりとかしてですね、あれなんで俺こんなに下手くそなのかなって思うんですけどねでもそんなもんに1時間も2時間も3時間も毎日取られてたら。 あの撮ってたらですよ、私が苦手なことの克服とかって言ってですねいやあの家事を手伝うことも男の美徳だなんていうふうにやってたらですねいやいやジェイさんとあんたそんなことやるために生きてんじゃないでしょうともっと自分がやるべきことをやったらどうなんですかという声が聞こえてきてもおかしくないかなというふうには思うんですね。 あの本当に得意なこととか好きなことに時間を使うっていうことですね、なかなか言ってくれないと思いますよ、周りの人って。あなたが好きなことを生き生きとやってるとですね、大体みんなあの劣等感とか感じて生きてる人が多いですから、世間では。そうなってくると、で、あなたが生き生きと好きなことで得意なことではってやってるとですね、まあ、やっかみが入ると思うんですよね。あんたそんな好きなこととか楽しいことばっかやってないで、嫌いなこともやんなさいと、苦手なこともやんなさいと。 うん言う人っていると思いますよ。で、言うその人は正直成功してないでしょで成功してる人はなぜ成功するかって分かってますから、苦手なことをやんなさいなんて言わないですよ。あのだ大抵ですね、あの旦那さんに対して子育てとかをですね、あるいは家の家事なんか押し付ける主婦ってのはですね、えー、不幸な主婦が多いです、えー。成功していないと言いますか、まあ、不幸に生きてる主婦が多いと思いますよ。 だって男がですね、旦那さんが家の子作り、あ、子作りじゃない、子作りやんなきゃいかんけど、あの子育てなんかやったって、うん、奥さんに比べてうまくできっこないんですよ。そんなことやってるぐらいだったら役割分担で専門分化してですね、仕事するとか仕事に生きるような本読ませるとかですね、何かしらやったほうがいいんですよね。あ逆に、あの、何ですか、本読めとか勉強しろとかっていう旦那さんも不幸な旦那さんってことですね。 主婦っていうのがそんなことをやったってしょうがないんです。そこはもう男の本分ですから。まあこういうふうに役割分担があればの話ですよ。今のあの男女のなんかこうあれをどこ行ってんじゃないですからね。えー、その辺のところがこう分かんないっていうのは本当に不幸な人とか、まあ、成功してない人が多いんですね。ですからまあ自分の不幸さを出してるって感じなんですよね。苦手なことやんなさいとか。 嫌なことさせるってうのはですね。ですけど、本当のところ成功法則はそこにないですよ。やっぱり得意なこと、好きなこと、うん、ですね。で、自分の得意なこと、好きなことをやるとですね、ワクワクするようにできてんですよ。うん。才能が生き,た生きることをやるとですね、それがこう本当に与えられている私たちのその、なんて言うんでしょうかね、傾向性といいますか、そういうことをやっていくとうまくいくんだよと、調和って測れるんだよってことを。 まあ神が与えてくれてると言いますか、まあ、そういった習性を私たち持ってるんですよね、学ばずして。だから好きなこと、得意なこと、ワクワクすることをやると、うまくいくようにできているはできているんですね。大枠の部分において言うとそうだと私は思いますよ。だから、得意なことを伸ばしていくということをですね、あの意識しておくといいかなというふうに思います。で、私も今日実はですね、介護支援分野の 音声解説、まあ、1問から25問目までありますけど、あれをですね、一気に1年分、問題1から25まで,で、えー、解説入れきったんですね。で、それをやって思ったんですね。これはやりたくないと。<laughs> どういうことですかと、おじいさん得意なんじゃないですか好きなんじゃないですかって。まん、あ、とその通りなんです。好きなんです。ただですね、私が本当に得意なのはこっちなんです。これです。あのビデオです。ムービーですね。えー、動画ですね。 こっちが得意なんです。これは何の苦もないんです。もう全く苦じゃないです。いくらでも取れます。これ5本ぐらい取ってくださいって言われたら私取れますよ。ですけど、あのこれがないんですね。ないんです、映像が。もう音だけなんです。はい、じゃあ問題1ですね,ね、えーえー。高齢者を取り巻く社会状況について正しいものはどれか3つ選べ。問題1、んとかかんとか。ね、これはなんとかかんとかですね。って5択で読み切ってですね。 でということで、この問題の正解は2と3の2つになります。繰り返します。2番、なんとかガんとかガんとかガ3番、なんとかガんとかガんとかガこの2つが正解詞になります。解説は以上です。というふうに25問取り切るんですね。まあ、嫌ですね。まあ嫌です。過去何本も取ってますけど、本当劫ですね。私は本当にあれでやりたくないなという感じがありますね。まあ、仕事だからやってますけど、私変えますよ。仕事だからやってるもダメですよ。だって続かないですもん。 ちょっとでも嫌って思ってるものを10年やれます ?20 年30年。やれっこないですよ。でもしそこで私が嫌だなと思ってリタイアしてケアマネ業界から消えたらどうなります、まあ、それはそれでありがたいなと講師のもしあなたが講師だったらあのなんかお笑い界のさんまさんみたいな感じで早く引退してくれよみたいな感じに思われてるかもしれませんけどだからそれで早く去ってくれと思われてたらちょっとまあそれはそれでしょうがないというかそういう考え方もあるかというところではありますけどね。 ですけどまあ、瀬戸さん目線で見た時に私は多少私もまだ、まあ、年齢的にも活躍できますし、まあ、活動しといてくれよとそんなことで引退しないでくれよって思われるというふうにも思うんですよねであるならば私はやっぱ動画で撮るべきだなというふうに思いました動画で撮った方がいいなと、まあ、この動画ということもありますしあるいはあの、まあ、解説型の動画っていうのもありますけどね文字をあの撮影するみたいな あちわちで割と楽と言いますか、やりやすいっていうのはあるんですね。あの、なんかぶつけ本番のですね、あの、なんかナレーションと言いますか、いかにも教材。これっていかにも教材って感じしないでしょなんか会話で。普通の日常の延長っぽいじゃないですか。私はこっちがやっぱ得意だし、好きなんですよね。はい、今日の一問一答ですね。みたいな、あんなのってのはですね、あんまり、あの、噛んだりするとやっぱ取り直そうって思いますし、ここで噛んだって別に取り直そうと思いませんから。んなの、人間なんて噛みますからね、普通に。 なんですけどねあっちはちょっとやっぱり私あんまり好きじゃないですから、やらないですね。あれが得意な、まあ、アナウンサーみたいな、ナレーターみたいな人がいるんだったら、まあ、その人はそっちで才能を発揮できるでしょうね。その人がやったらいいですよ。そういう人がいるなら。私は自分が無理してまでですね、苦手なことやってまで誰かの役に立とうとか思ってないですから、役に立とうとは思ってるんですよ。自分のできる範囲でやろうと思ってますね。ですので、やっぱ長く続けるという短距離走と思ってないもんですから、これをですね。 長距離そうと思っているので、まあ無理しないってことが本当大事だなということをつくづく思いましたね。だから私の,あの音声撮りっていうのは多分もうぼちぼち消滅しますね。まあやらないです、やらないです。もうやらないことが誠実であると私は思ってますから。なので、まあこっちの得意なあ自分の好きな方でですね、あの教材撮りなんかもこれからやっていきたいなというふうに思っている次第であるというところですね。苦手なことはをやるのは罪。 これが今日のデイリーマインドセットです。